こんにちは、YouTube のお時間です。じゃあ本日行われた、まあ大きい試合でいっぱいありましたけども、まあゴンザレスがね、うん、マイコプラズマ肺炎で、何それ？いやまあ俺もどういう病気かよくわかんないんだけど、うんうん、まあまあ肺炎っていうことで、ね、うんうん、まあ急遽2週間だよね、2週間前だよね。そうです。うん、TV の興行に出る予定だったトニーと、俺は6代から聞いてたトニーっていう選手がすごい強いから、うん、っていうふうにね、マジでとんでもない選手だと。うん、っていうのは聞いてたから、うん、でもよく2週間前に受けたよ。しかも1回落としてでしょ、うん、で 5戦目、6戦目。いやまあこれはお互いね、どっちもね、そうだよ、ケンシロウ選手も、うん、そう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 だよ。まあでもどっちかってさ、ケンシロウ選手の方が難しかったと思うよ。トニーはやっぱモチベーションはグッと上がると思うからね、うん、ただケンシロウ選手はやっぱなんだよ、統一戦じゃねえのかよクソと思う部分もあるし、で右と左が変わるって、これね、ボクシングやってる人だったらすごくわかると思うんだけど、しかもだから2週間前っつったら一番スパーリングこなしを終わりつつあるぐらいじゃないですか。2週間前だったら、あとは1週間、試合前1週間は大体の選手辞めるから、怪我とか減量が入って、だから1週間しかないでしょ、うん、だからまあ情報は聞いてないけども、まあマスとかで仕上げたんじゃない、うん、でも逆じゃなくてよかったよ。あ、まあまあ、オーソドックスからサウスポー、オーソドックスで、やっぱ慣れがあるからね、ずーっと金城選手だって十何年ボクシングやってた、ずーっとオーソドックスでやってて、2週間前にいきなりサウスポー世界戦でって言われたら、またもっと難しかったと思うよ。まあ何にせよでもトニーのお披露目でしたよね。まあやべえ選手いるぞと、うん、あのえ、金城に、あの金城に何、強気で打ち返すの、打ち合い行くんだっていう。金城選手珍しくムキになってたんだけどね。いやでもあそこで押し返すってすごいですね。うん、あの井上尚弥選手がさ、何やっても別に驚かないじゃん、うん、だって井上尚弥だもん、うん、モンスターだもん、うん、ってなるでしょ、うん、もうその域なんだよ見てても、まあね、俺のケンシロウ選手に対するもう評価ってもうそこなのよ。まあね、うん、でもあのところどころあれ、これヤバい選手だなって思いませんでした。トニーでしょ、トニー。いやだからみんな思ったでしょ、あんなの、うん、あの他の選手だったら危ないんじゃない？ケンシロウ選手だから取れなかっただけだよね、うん、今回ね、タイトル。やっぱトニーは大きいしね、体を、ライトフライじゃ大きいでしょ。だからこれ、タラレバ、まあ俺はあんまタラレバ好きじゃないからあれだけどさ、WBO のチャンピオンより強いような気もしないでもないよね。いや、本当にいい選手だと思うよ。ただ、本当にいい選手だけど、これもまた井上選手と一緒で、あの、ケンシロウ選手がこの階級に居続けて、4団体統一するって言って、具志堅さんの記録を抜くって言ってたら、もうノーチャンスだからね、しばらくは。でも本当にいい選手だったよ。うん、いや、でも面白いしね、あと、こう、ボディなんか聞いてもさ、そっから、こう、また上がってくるっていう、精神力も、え、おっと、おっていう展開があったじゃん、ケンシロウ選手に対してあんまないでしょ。うん、おっていう、うん、焦らす場面もありましたよね。だ、うん、ポイント差は結構あったけど、ほぼフルマークに近かったんじゃないかな、出た、うん、でもそういう試合、ポイント差ほどその余裕こいてるような試合じゃないですよ、ね、うん、全然ないと思うし、そのケンシロウ選手が涙したでしょ、うん、まあ、あれはまあ分かんない、本人しか分かんないけど、うん、まあ、それだけ難しい試合だった、それを勝てたっていう喜びも少なからずあったんじゃない、うん、まあ大きくはさ、その2週間前にね、そう、そういうことがあって、いろんな事情でみんなに支えてもらってっていう部分があったと思うけど、少なからず本当に世界のトップ先生にいる選手だよね。まだ5戦ですよ、うん、5戦、日本で言ったら6回戦。うん、やっぱいい選手はいるね。これから、あ、本当のボクシングファンは海外の選手だってこう知っていくじゃない、うん、注目される選手なんじゃない、うん、これでまだ見たいですね。でもね、うん、波の選手じゃ矢吹でやったらどうなるか、どうなのかなとか考えちゃうよね。京口でやったらどうなのかなとかさ、うん、あとはだ岩田選手、うん、あとは誰だろう、ライトフライ、まあでも検証選手はどこまで行くんだろうね。あのフライ級であれと見たいよ、ジェシー・ロドリゲス、うん、あれと見たいね、うん、盤石ですね、うん、もう負ける、あんだけガード低いのにさ、負ける姿は想像できない、本当に。だからもう自分前も言ったと思うけど、ライトフライ級の歴代のチャンピオンだったらもう一番だと思う、うん、井上尚弥選手、
ケンシロウ選手、中谷潤と、ここはちょっとやばいですね。ここは本当にあの日本の引く、うん、ちょっと中谷潤とも本当にやばいからね、うん、ただケンシロウはもう一戦一戦強くなってる。試合見ながらさ、まあ、ポイントはケンシロウ選手なんだけども、うん、結構危ない感じでさ、うん、打ち返すじゃない、はあ、トニーが、うん、俺はねちょっとね前回京口とはいうでかい試合をして次コロって負けるってない話じゃないじゃない、うん、なんかそういう大番狂わせが起きる試合に、うんうん、とってもね可能性がある試合だと思ってた今日、はいはいはい、でトニーに戻すけど話を、うんうん、トニーはまあ寺地健翔選手って矢吹に負けてからもう一回も二回も向けちゃったじゃない、可能性あるよねトニーが、うん、これを知ってさ、寺地選手より強い選手はもう世界中探してもいないんだからこの勢いで、うん、もうやばいと思うよこっからのトニーと思いますけど、まあ、まあ経験不足を補ったところを見たいですよね。見たいね、まあ、井上尚弥選手でさえドネアワンでねちょっとあの後覚醒したもんね。まあトニーがすごいこれから注目される選手だよっていうのと、寺地選手は誰がどう止めるんですか教えてくださいっていう回ですね。うん。ありがとうございました。はい。